こんにちは。射水市地域福祉課と地域包括支援センターの認知症支え隊がお伝えするオレンジチャンネルのお時間です。この番組では射水市の認知症に関する取り組みについて分かりやすくお伝えします。認知症は誰もがかかる可能性のある病気です。家族などの身近な方が病気になったとき、正しい知識を持ち、本人の気持ちに寄り添いながら接することはとても大切です。今年度の認知症オレンジチャンネルでは、認知症と共に暮らそう、認知症の初期症状とその対応方法について、寸劇などを交えてお伝えします。認知症は誰でもなる可能性があり、進行性の脳の病気です。早めに気づき、適切な対応をすることが大切です。認知症の早期対応の3つのメリットについて説明します。1、手術や治療で良くなる場合があります。認知症を引き起こす病気は様々ですが、正常圧水筒症や脳腫瘍、慢性硬膜下血腫など、手術や治療で良くなるものがあります。2、認知症の原因の約6割以上を占めるアルツハイマー型認知症は、適切な服薬で進行を遅らせる効果が期待できます。3、今後の生活の準備ができます。症状が軽いうちに認知症を正しく理解し、ご家族で話し合うことで今後の生活の備えができます。必要に応じてご本人に合った介護サービスなどを利用しながら、自分らしい暮らしを続けることができます。早期に気づくサインとして、認知症の初期症状とその対応方法について分かりやすくお伝えします。認知症の初期症状はいくつかありますが、例えば 1. 風呂に入りたがらない 2. 薬を飲み忘れる 3. 病院を受診したがらない 4. ゴミの分別ができない5. 鍋を焦がす 6. 車をぶつけることが増えたなどがあります。今回は認知症の初期症状のうち、車をぶつけることが増えたという症状とその対応方法についてお伝えします。最近、高齢ドライバーによる交通事故のニュースをよく耳にします。体の衰えから運転が難しくなることもありますが、認知症の症状が原因で車の運転が難しくなることもあります。例えば道路工事などで少し道順が変わっても対応できない、急に車線変更をする、また前の車を煽るような危険運転をするなど、性格に変化が現れることもあります。65歳以上の高齢者は若い人よりも運転経験が長いので、自分の能力が衰えているという事実を認めたくない心理から、自分の運転技術を過信し、自動車の運転ならまだできると考える高齢者も少なくありません。車をぶつけることが増えた高齢者に運転を控えてもらうには、どのように対応するのが良いか考えてみましょう。何やら年いったら体つぼまになってしまって、首痛い、なんでこんな首痛いのかの、さーて晩ご飯準備せんな。あらか、この傷ちゃじいちゃんまたどっかでぶつけてきたがやろうか。あっちゃー、じいちゃん起きてください。じいちゃん、いつまで寝とんがですか。起きてください。車ぶつけてきたがでないがですか。何言うとんが、さっきから何はめいとんがよ。いくそったねかいね。じいちゃんよ、車またぶつけてきたがでないがですか。新しい傷またありましたよ。ぶつけた、ほらの生まれてこの方車ぶつけてきたことある一遍もないが、ね、何言うてはんがですか。じいちゃん、この間もタイヤ溝にはめて近所の方たち迷惑かけとったじゃないですか。もう忘れたがですか。溝にはめた、俺はぶつけてきたことない一回もないって言うとるやろ。何言うてはんがですか。ボケたがですか。
あんたからこんなこと言われたら情けなーなってくる。私の方が情けななります。あーもう。ただいま。あ、アリさんお帰り。ねえお母さん、うん、今日の昼におじいちゃんの車友達の家の田んぼにひっくり返っとったよ。やっぱりけ。警察の人とか来て助けてもらって帰って行ったが見て大丈夫かと思って帰ってきたが、じいちゃん大丈夫やった？いや、そういやそういうこともあったような気がするの。おかしいの。じいちゃん大丈夫かいね。あぶつけた時に怪我したがてないがですか。もうこれから運転するがやめならがてないがですか。何そんなもんぐらいで運転やめろやと。チョコ落ちただけやねんか大げさな。俺の目の玉黒いうちやの車の運転やのもうともやめんからの。何言うてハンガーですか。人様跳ねたらどうすんがです。誰責任とんがですか。人跳ねたら、あんたとこんなこと言うとったら俺なん疲れてきた。俺はもう寝るわ。じいちゃんじいちゃん寝とる場合でないがです。ちょっと車のことどうすか話しますよじいちゃん。車の運転が危険だなと思うようになってから初めて危ないから運転をやめるようにと本人に伝えても逆に怒らせてしまい説得が困難になってしまう場合も少なくありません。運転がまだ支障なくできているうちに日頃から家族とコミュニケーションをとっておくことが重要です。なんや年いったら体つんわになってしまって、ああ首痛い。なんでこんな首痛いのかの。ああだだ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 だ。あ、さあ晩御飯の準備せんな。あ忙しい。あれ、あらじいちゃんまたぶつけてきたがやろうか。か新しい傷やわね。ああでも最近じいちゃんも物忘れ増えてきたしね。言うてもすぐ忘れしまうし。なんて言うて、でも運転やめさせんならんわいね。よいしょ、じいちゃんじいちゃん、え、じいちゃん、ちょっと起きてください。じいちゃん、じいちゃん、車どっかでぶつけてきたがでないがですか。何や、俺の車どうかしたんか。じいちゃん、車ね、なんか見たことない傷あったがですけど、なんかありました？傷？うん。俺の生まれてこの子だ。車ぶつけてきたことあるのいっぺんもないがや。あーそうながですね。な、それならいいがですけど、な、でもちょっと傷あるからちょっと一回一緒に見てこんまいき。あの何やりとんわかの、あんたそこまで言われたらな。はい、ちょっと確認しにちょっとお願いします。あいたたたたあいたたたたたた転ばんでくださいね、じいちゃん。じいちゃんよ、この傷じゃ前からあったやろうけ。か、なんとしたかことこれ。なんでこんなことなっとんがよ。なんおらん知らんぜ。あいたた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 た。じいちゃん大丈夫かいね。あ痛い。 なんでこんなことなっとん。あの首も痛いし。痛いが中入ってよ、話な。なんでこんな ぶつけてばっかり。なんかなんでこんなことなっとんが。なんわからんわ。あーなんやら車もおかしなっとるし、おらの首も痛いし、なんでこんなことなっとんがかの。じいちゃん大丈夫ですか。ただいま。あ、アリさんお帰り。ねえお母さん、うん、今日の昼にじいちゃんの車友達の家の田んぼにひっくり返っとったよ。あら、警察の人とか来て助けてもらって帰って行ったが見て大丈夫かと思って帰ってきたが、じいちゃん大丈夫やった。いや、そういやそういうことあったような気がするの。おかしいの。あでもアリさん俺は大丈夫やよ。うん、やっぱ首痛いがですね。ね、運転もどうするかちょっと考えならがかもしれませんね。何運転どうするか考えんなかいと。何言うとんが。ちょっこ車落ちただけやねんか大げさな。俺の目の玉の黒いっちゃの車の運転やのもうともやめんからの。じいちゃん、今度から私の運転でじいちゃんの行きたいところ連れてってあげるちゃん。あんた、
アリサ、そんなこと言うたかして、あんたに迷惑。私もお母さんもじいちゃんの体が心配なが、これからは私とお母さんがおじいちゃんに代わって運転して連れてってあげるちゃ。首も痛そうやし、私がじいちゃんを乗せてお医者さんのところを連れてってあげるちゃ。あんた、そんなに俺のことを心配してくれんがけ。過ちの医者も連れてってくれるわ。ああ、こんな嬉しいことないちゃ。じいちゃん、あんた幸せもんやね。おいよ、でもなんで俺首痛がったっけ。いいからいいから、一緒に病院行こう。え、あんた連れてってくれんわけ。ああ、連れてってくれ、ありがとう。はい、ならなら、じいちゃん行ってきて。あんた行ってくっちゃ。アリさん、ありがとう。運転を控えるよう伝えることは簡単ではありませんが、大切なのは家族の協力です。今後の運転について信頼している主治医、親しい友人、可愛がっている孫から話をしてもらうのも一つの案です。運転が好きな高齢者の場合は、運転以外の楽しみを見つけてもらうことや、何か積極的に挑戦できる趣味を見つけてもらうことも大切です。また、射水市では運転免許を自主返納される65歳以上の方に対し、コミュニティバスの無料乗車券や万葉線回数券などの交付を実施しています。詳しくは生活安全課までお問い合わせください。認知症の人への対応は、1. 驚かせない、 2. 急がせない、 3. 自尊心を傷つけないように心がけましょう。認知症の症状とその症状が現れる理由を正しく理解し対応することで、本人の不安軽減につながります。物忘れや認知症について心配な方は、お近くの地域包括支援センターに相談しましょう。地域包括支援センターには、看護師や社会福祉士などの資格を持った認知症地域支援推進員、認知症支え隊が相談に応じています。毎月物忘れ認知症相談会を実施しています。偶数月は射水市民病院にて、奇数月は新生会富山病院にて相談会を実施していますので、一人で家族だけで悩まずに、まずはご相談ください。住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるため、優しい街づくり、地域づくりができるように皆さんと一緒に取り組んでいきたいと思います。以上、認知症オレンジチャンネルでした。